イワンコフ、クロコダイル、ジンベイなど名だたる囚人たちを巻き込んでインペルダウンを脱出したルフィは、海軍船を乗っ取り、エースの処刑が行われる海軍本部マリンフォードを目指した。一方マリンフォードでは、エース奪還に現れるであろう白ひげ海賊団に備えてすでに大兵力が集結していた。エースは新世界に君臨する四皇の一角、白ひげ海賊団の二番隊隊長であり、白ひげエドワード・ニューゲートとは実の親子よりも固い絆で結ばれていたからだ。海戦に先立ち、海軍本部元帥戦国は海兵たちに戦争の意義を語り始め、その中でエースの驚くべき出自を明かす。エースの本当の父親はかつての海賊王ゴールディ・ロジャーだったのである。衝撃の事実に海兵たちがどよめく中、マリンフォード湾内に突如巨大な海賊船が浮かび上がる。大海賊時代開幕以来最大の戦いが今始まろうとしていた。湾内海戦に影が！白ひげ、うらら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 ら、ら、ら、何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うららららららら、ちょっと待ってな、エース。おやじ！勢力で上回ろうが、勝つと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。うらら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 ら、ナイスエイジ青キジ、若造が。久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか？これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか？そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ！おめえがそんなこと決めんな！俺は知ってんだぞ。お前、海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ！クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。
ルフィ、なぜ来たんだ。俺は弟だ。迎え撃て。奴らを処刑台に近づけてはならん。海軍は何か企んでやがるに違えねえ。まずは軍艦を落として足場を固めとけ。赤っ端な海賊同士、手を組んで軍艦を潰さねえか。おお、いいぜ白ひげ、手を組んでやる。まるで白ひげと同格だ。ルフィ、必ず生きてここへ来ると信じておった。頼むな。その調子だ。さらに軍艦を落とせ。アンコック、てめえも七部会をやめる気か。黙れ。怒りゆえ何も耳に入らぬ。そなたよくもわらわの愛しき人の邪魔をしたな。生かしてはおかぬ。こんなに怒りを覚えたことはない。そなたを切り刻んで獣の餌にしてやる。クジャの覇気か。ハンコック。はい。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようともわらわは許される。道を開けよ。
お前は俺が始末する。ここは俺に任せろ。悪党どもには渡さねえ。俺の部下に手出してんじゃねえよ。隊長、ダイヤモンド・ジョゼ、いきなりキングは取れねえだろうよ。いあれは一番隊隊長、不死鳥マルコ。隊長たちも出てきたぞ、止めろ。いや、セカンド道を開くぞ。作戦攻撃の準備だ。ユニット加速。Boom!
俺も先へ進もうかい。の期待に応えてんだ。俺にはそれしかねえからな。その船は射程範囲だ。止めたか。さて次は。私もやってみるかね。どうする？怖いね。白ひげ海賊だ。さあ次だ。お前らも言っとくか。我が物を我が物をキャプテンバギーの名を挙げ
せぬ。絶好の時は今だ。これはどうだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込むしかねえ。ついてこい、野郎ども。俺たち傘下の奴らも全員あんたには代用がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえが。白ひげが刺された。こんな茶番劇やめちまえよ白ひげ。もう海軍と話はついてんだろ。お前にとってエースは特別なんだ。だから俺たちの首と引き換えにエースの命を買ったんだろ。おめえ、仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子を。それでも愛そう。ふざけんな。お前は俺たちの命よ。エースだけが特別じゃねえ。仲良くやんな。みんな俺の家族だぜ。俺が息子らの首を売っただと。海賊なら信じるものはてめえで決めろ。俺と共に来る者は命を捨ててついてこい。俺はなんてこと。海軍に騙されて。すまねえ、おやす。すまねえ、エース。泣くことが報いることがよい。エースを助けるんだ。何としても。海軍め、卑怯な真似をしてくれる。ピストル。許さねえよい。ピストル。おやじに続け。攻撃の準備ができたぞ。撃て。この力、慎みはせんぞ。頼むぞ。いや、セカンド。ここを攻める者の命は保証せん。
勝負は預けよう。準備はできたら包囲壁を作動させろ。始めろ若犬。流星火山。作戦はほぼ順調。これより速やかにオートガス D エースの処刑を執行する。あの壁を越えねえとエースが。やはり私に力攻めは無関だね。私に策がある。ついてくれ。魔法の。わかった。からも行くよ。野郎ども、あの小僧とジンベエを援護してやれ。何がおかしい、ドフラミンゴ。何がおかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった、お前ら俺から離れろ。やめろドフラミンゴ。海賊が悪、海軍が正義、そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。
頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。たまらねえ。なんてデタラメなジジイだよ。足を信じろ。おい、頼む。なんだあれは。水柱。あれは麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。死の道エローだけは容赦しない。全てを凍りつかせ。さて、踏ん張りどころだな。命令張り切ってんじゃないの。もうダメだ、やられる。
度胸だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。じゃなしてみる。息はあんの、麦わらボーイ。岩ちゃん、離せ、おっさん。俺はこいつはもう十分やった。手当てを。はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカは好きだぜ。